三島隆二だな。ということ、弊社上城エンタープライズと上の許可を得ずに甚だ遺憾だ。部長に課長にひれ、白磁にほんのスポット。そう、これからは今までのスピーディーな意思決定。実は今日見ていてくれた？全部あなたがザクさんの動きを教えてくれたおかげ、上城が警察、ほんとこの間やってもその証拠の熱、データ改ざんの痕跡。ザクソンから離反したハッカーに、ん？デモンズがあれだけ急内部分裂を、あんたはデモン、そうだわ、近々あなた何の意味、こちらにとってまずい点わかるでしょ。アンダーゼロはエデン、お願いね、心配しないで。それも、いってらっしゃい、リュウジ。永遠。らしくないぜ、ハンタ。ちとぜ。俺は何も変わってない。少し前のお前なら。いつからだ。前から薄々おかしいとは思ってた。でも決めて、あいつがお前の様子がおかしいって見ていたのか。ああ、バリー、お前ら兄弟の一番、リュウジ、奴らはハッカーを。ダメだ、リュウジ。恨み事なら好きに言え。なことどうでも。何を言われようと絶対ってなんだよ。エリカは上城の治療が命綱。ザクソンの君たちは何者にも侵されず、エデンの前身であり我々ハッカーの発祥の地でもある聖地アンダーゼロ。そこはこの電脳世界の創造主が理想とした空間であり、今よりもはるかに自由で解放された場所であったという。しかしそのアンダーゼロ、今ではアンダーゼロは我々ハッカーの手でエデンに新たな秩序をもたらす。我々ザクソンは今より聖地アンダーゼロの奪還を宣言する。志を同じくする者がいるならば目指せアンダーゼロ。いきなり何？この祭りはフェイ、お前ら内部だからこそよ。これが成功する、それならなおさら、そら、あ、でもあいにそういう問題、おじけづいたね。言ってくれ、一つだけ教え、いや悪い、ちょっと何や、どないするつもりや。周りを見、ユーゴの演説すっげーな。ここで実力、クーロンや他アンさんが一人前、ユーゴ派の
よ、この前置き去りにしてくれた罰だ。なんかあったのか？なるほど、言いにくいけどさ、そうじゃなきゃお前に話すはずだろ。なあ、もうハッカーチームなんてやめろ。あいつらお前の弱みにつけ込んで、結局お前のことも信用してなかった。そんなに落ち込むなって。そうだ、ここは俺がなんかおごるよ。一番高いコーヒー。いや、でも俺と話したら元気。あのさ、実はどうした？Kからのメッセージ。おい、保坂って。これどうする？だろうと思った。滋賀の時は何もでき、俺なりに準備をし、お前ほどじゃなくても。何って、お前な。なあ、俺たち何しに来た、真田。ユーゴの演説聞いただろ。それがどうした。どうしたじゃねえよ。アンダーゼロがヤバいのは俺たちが一番よくわかってるじゃねえか。力を貸してくれリュウジ。ダチが巻き込まれそうになってんだ今。他の仲間にも声をかけてる。柔道の元メンバーにさ、ハッカーたちを止めるんだ。手を貸してくれ。お前に呼ばれて集まったのか。ああ、少ないけど何人かは来てくれることに。頼む、ここでお前、俺のダチ、ちょっと、つうか。俺がお前に戻ってきてくれと頼んだとき、やりたきゃ一人でやれ。許しちゃう、もらえ。わかったよ。お待たせ。うわ、フロアに並んでる。まさかがアカウント狩りの犯人。え？そうだな。なあ、こうしてる。覚えてないか？公園とかでお前だけだったよな。他の奴らみたいにちっかりさ。そんな顔すんなって。おっと、長居するのは危険だし、二手に気をつけろよ。Bye.
開始だ。ほらほら、ハロー。人のサーバーに乗り込んできておいて挨拶もなし。そうさ、ここは俺の聖域なんだ。ここまで来たなら見ただ。あれはみんな俺は昔から人間観察が好きだ。現実で人間を見るよりも、それから暇を見る。子供から老人、男から女、ここはいわばアカウントを利用。飽きたアバターはそういう、そういや、なんてアバターだったかな。そうか、思いわざわざ自分のアカウントを取り返し、成績も中の下、友達の数や運動神経も普通。それがまさかわざわざ残念だったな。あまりにも平凡だったんだね。誰に言ったかも覚えてない。俺とやるって。お前、もう一度面白いアカウントになったじゃないか。行け。なったね。おい。ああ。
俺がやった。アカウント破壊なんて初めてやった。これでようやく。お前の人生めちゃくちゃ、なあ、あ、もう売り払われた後だった？てか、ごめん。そうだな。なあ、さっきカフェ、ここに来てわかった。俺、お前と一緒にエデンの最強になり、すべてのハッカーを導くのは、エデンに落ちてる古い、それは、一人で頂点を切る。でも、この称号に、シガやカヤバ、ホサガ、ドイツをこいつも、エデン。本当の意味。今の自分は、ああ、いい。冗談だって、これからも。ならいいよ。さ、帰ろ。おや？うるさい。いいわけない。俺には聞こえるぞ。配信しろよ。ああ、こんなところで何やってんだ俺。くそ、出せ。これじゃリュウジからもあいつからも逃げてるみてえじゃ。でも会って何を話せばいいのかわかんねえっつーの。お前、ひょっとして俺を慰めてく。変な、わかったよ。ここ俺とリュウジ、三人で初めて大掛かりなハッキング、楽しかったよな。一体どこから？ハッカーチームを作りたい。ああ、そうじゃ、言えねえよ。